先生、ちょっとお時間もらいますね。昨日は何の日だったか知ってますか？もちろんひな祭りでもありましたが、実は耳かきの日でもあったんです。なので今日は仕事に疲れた先生に耳かきをしてあげますね。道具もたくさん用意したんですよ。梵天に、こっちは綿棒。材質も竹や木、金属のものまでいろいろと。どれを使いたいですか？いつもの梵天？先生がそうおっしゃるなら、そうしましょうか。では、始めましょう。ブルーアーカイブ。